死亡の塊は、ギ・ド・モーパッサンが1880年に発表したフランスの短編小説。モーパッサンの出世作であり、その数多い短編小説の中でも、最も有名な作品の一つである。物語は、普仏戦争でプロイセン軍に占領されたルーアンのフランス人居住者の一群を描く。10人の旅行者たちは様々な理由でルーアンを去り、乗り合い馬車でルアーブルに逃れる決意をしていた。馬車の乗員は死亡の塊と呼ばれる娼婦、エリザベート・ルーセ、厳格な民主党員、コルニュでワイン問屋を経営する小金持ちのロワゾー夫妻、工場所有者で上流階級に属するカレイ・コール・ラマと夫人、ブレビル伯爵夫妻、二人の修道女と、車内はあたかもフランス社会を象徴する小宇宙を形成していた。悪天候により馬車の歩みは非常に遅く、正午までに 2.3 マイル進んだだけであった。乗客たちは当初ブールド主イフを冷遇していたが、彼女が食料で満たされたバスケットを取り出し、空腹に耐えかねていた同乗者たちに勧めた途端、彼らの態度は一変した。馬車はようやくトートの村に到着したが、乗客たちはドイツ語の声を聞いて、プロイセン軍に占拠された地域に足を踏み入れたことを理解した。プロイセンの士官は理由を述べず、無期限に一行を宿に留め、出立することを禁じた。2日間旅行者たちは不安に苛まれ、ついに、ブールド主イフから彼女が士官と寝ることに同意するまで、彼らが拘留されていることを聞かされた。彼女は愛国心からプロイセンを激しく憎んでおり、士官から繰り返し口説かれることに憤っていた。当初は同行者たちは彼女を支持し士官の傲慢に激怒したが、ブールド主イフが士官と寝ないために、自分たちが足止めされているのだと、一晩のうちに憤りの矛先が向きを変えていった。次の2日間は同行者たちは歴史上の偉人や聖人を引き合いに出し、論理や道徳を例に用いて、ブールド主イフにいかがにそれが正当な行為であるか、信じさせようと画策した。彼女は最後に折れて、士官と寝た。そして彼らは、翌朝出発することを許可された。ルアーブルへの道中、美徳の代弁者たちは、ブールド主イフの犠牲により出発できたにもかかわらず、彼女を、お仏のように無視して、礼儀正しい会話を交わし、彼女が旅の初めに食事を勧めてくれたおかげで、空腹から救われたことを忘れたかのように、自分たちだけで持参した弁当を食して、彼女に勧める素振りは全くなかった。ブールド主イフが屈辱と同乗者に対する怒りで、煮えくり返っている中、コルニュでは、他の乗客への当て付けのように、ラ・マルセイエーズを執拗に口笛で吹き、歌った。最後には彼女は失われた尊厳にすすり泣きを耐えることができなかった。普仏戦争を扱った自然主義文学の短編集、メダンの夕べの一編として1880年4月15日、シャルパンティエ社から刊行された。他の執筆者には、エミール・ゾラ、ジョリス・カルル・ユイスマンスなどがいた。死亡の塊は、メダンの夕べに収められた6編の中でも、傑作として高い評価を受け、モーパッサンの自然主義文学者としての地位を確かなものとする文字通りの出世作となった。構成刷りを読んだ師であるギュスターブ・フロベールは、モーパッサンに宛てた書簡で、間違いなく後世に残る傑作と絶賛した。作者のモーパッサン自身も、兵卒として普仏戦争に従軍し、厳しい敗走を体験している。そのため後の多くの普仏戦争を背景とする作品群同様、本作も厭戦思想に彩られている。また、それだけにとどまらず戦争に直面した人々がむき出しにする残忍なまでの自己中心主義、偽善が冷徹に描き出されている。ラストのラ・マルセイエーズと娼婦のすすり泣きの対比はフローベールも卓越した描写だと称賛しており、偽善者は誰で、本当の愛国者は誰なのかを浮き彫りにする。口笛を吹くコルニュでも無関係を装う二人の修道女も結局は偽善者であることから逃れることはできない。作品中少しでも他人への思いやりを持っているのはその職業のため他者から蔑まれているブールド主イフのみである。この後も、娼婦の登場する作品は多く、マドモワゼル・フィフィや、寝台29号では、彼女たちは、プロイセン兵への復讐を果たす。社会的に低く扱われる彼女たちの心意気や、自己犠牲の精神を描くことで、地位や名誉ある層の自己保身や、昇進ぶりをより鮮明に描き出している。主な舞台となる東都の宿屋は、現在も白鳥亭として営業している。また、コルニュデの人物像は、モーパッサンの叔母の再婚相手がモチーフとなっており、ブールドシュイフのモデルとなっているのは、ルーアンに実在した娼婦のアドリエーヌ・ルゲーである。ジョン・フォードは、自身の1939年監督作品、駅馬車は、実は、死亡の塊だと語った。またマクブライドは、映画で描かれる痛烈な社会風刺は、原作となった、アーネスト・ヘイ・コックスの1937年の短編小説、ローズバーグ行き駅馬車よりも、モーパッサンに深く影響されていると考察する。モーパッサン原作のより直接的な脚色も何作か存在する。1934年、モスクワ芸術座は、モスフィルムの公演のもと、ミハイル・ロンム脚本、監督、ガリーナ・セルゲーエワ主演のパイシカというサイレント映画版、死亡の塊を制作した。この映画は1955年にモスフィルムによって、ナレーションと音響効果が追加され再公開されたが、1958年にニューヨークで初演されるまでは、ロシア国外には知られていなかった。ニューヨークタイムズの評論家、ハワード・トンプソンは、この映画を作り話、そして偽善と利己主義の容赦ない実況としては、かなり素晴らしい、筋書きを持っている以外は、ただのカビ臭い骨董品だと評した。1944年、ハリウッド監督のロバート・ワイズは、RKO の依頼で、モーパッサンの2つの短編、死亡の塊と1882年のマドモワゼル・フィフィに基づく映画、ナチスに挑んだ女を制作した。音響効果技師、ついで編集技師としてスタートしたワイズにとって初、監督作品であった。ストーリーはほぼ、死亡の塊を踏襲しているが、主演女優、シモーヌ・シモン演じる、エリザベス・ブルセは、ブールド・シュイフより、マドモワゼル・フィフィのヒロイン、ラシェルに、イメージの近い小柄な洗濯女として描かれている。また、クルト・クルーガー演じるプロイセン士官も、フィフとあだ名される、フォン・アイリック少尉に置き換わっている。フランスでは1945年にクリスチャン・ジャック、監督、アンリ・ジャンソン脚本、ミシュリーヌ・プレール、ルイサ・ルー主演のブール・ド・シュイフが公開された。アメリカでは、エンジェル&シナーとして1947年に公開。やはりサルーの演じる公職なプロイセン士官は、マドモワゼル・フィフィに基づいている。2006年7月、オペラ、ザ・グレーター・グッド、オア・ザ・パッション・オブ・ブール・ド・シュイフが、クーパーズタウンのグリマグラス・オペラ・カンフェスティバルの一環として開演した。フィリップ・リテルの歌詞に基づきスティーブン・ハートキが作曲、演出はデイビッド・シュバイツァーであった。2009年、フランスの漫画家エル・アイアンによってコミカライズされ、デルクール社より刊行された。エル・アイアンは、インタビューに対して、死亡の塊が、デルクール、エクスリブリスコレクションに選ばれた理由の一つとして、ジョン・フォードの駅馬車のほぼ原型となっていること、そして元の短編小説は、人間性に関して、時代を超えたメッセージを投げかけていて、人の価値は、社会的地位に依存せず人それぞれの人格が、優先されると訴えている、と語った。このほか、日本でも、川口松太郎により、不仏戦争を西南戦争に置き換え、乗り合い馬車として、新派の戯曲になっている。乗り合い馬車は1935年に、溝口健二により、マリアのお雪という題名で映画化され、死亡の塊を山田五十鈴が演じている。ありがとうございます。